は囲碁において、すでにある石から横に2掃除、縦に一路離れた位置関係のことを指す。数が、桂馬の位置関係である。英語では、ナイトジャンプ。将棋の桂馬やチェスのナイトの動きのような位置関係であることから名付けられた。向きは問わない。なお将棋では、桂馬と漢字で書くが、囲碁では、普通カタカナで表記する。上手の桂馬より、石が、 一路遠い、数の黒いような位置関係は、大ゲーマと称する。数の白石のような、さらにもう一路遠いものは、大々ゲーマである。これに対比させて、通常のゲーマを、小ゲーマと称することもある。ゲーマは、剣飛びなどに比べて、若干二つの石の連絡に隙を残すが、その分機動性に富む。このため相手の石を追いかけ、攻める際によく用いる。 数の黒は白石に迫りつつ、厳しく攻めかかる桂馬の手である。隅の石から締まる際には、侵入の隙が少ない、小、ゲーマ締まりが多用される。星、小目、目外しいずれの着点からも、小、ゲーマ締まりは、最も基本的な締まり方とされる。数は小目からの小、ゲーマ締まりである。図のように、一軒に飛んだ石から桂馬に打った形を、俗に、 犬の顔、または、とっくりと称する。もう一路遠くへの大ゲーマに打つのは、馬の顔と言われる。黒1は、A の断点を補う継ぎ方で、ケーマ継ぎと称する。白が A に切ってきても、主張で取れる。A や B に次ぐより働いた形。相手のケーマの間を出ようとする手は、往々にして、味消しの握手となることが多い。例えば白1の、突き出しは、 黒2と受けられて安心させてしまう。桂馬に対しては、付け越しが切断などに有効であるという格言。白1と付け越しを打ち、黒にイカスミに封じ込めれば、白が厚く有利となる。両者から見て、桂馬の1になるような点は、勢力の象徴に関して要点となることが多く、逃がさず打つべきであるという格言。例えば下図黒1は、 左辺の白模様と中央の黒模様の接点となり、白模様を制限しつつ黒模様を大きく拡大する、絶対の一手となる、両系のがすべからずとも、ありがとうございます。